はい、ヒルビール放送局、映画大人の教科書。今日もマコネーと一緒に今週公開の映画を見ていきましょう。さあ早速なんですが、今週は6本先週5本でも多いなと思ったんですが、まあ、大体ね、T ジョイ長岡の映画って毎週大体4本が普通なのかなってずっと思ってたんですが、このあの春だからお休みの方があの学生が多いから、まあ春、いやそんなことないね、もう4月7日だったらもうお休み終わってるもんね。そう、なんか春多いですね。ゴールデンウィーク前にパパって流しちゃおうって感じかしら。とそんなわけで、今日も話を進めていきます。でですね、このポッドキャストは、新潟県長岡市にある T ジョイ長岡に関する情報だけを発信しています。あの決してあの日本中にある全部の映画館の映画情報をお話しているわけじゃないので、あの YouTube の、ね、タグかなんかで検索して来られた方で、4月7日公開のいろんな映画の情報をお話しすると思った方はごめんなさい。あの本当地域限定のポッドキャストになってます。はい、ですがあの最新の映画であることは間違いないので、あのぜひね、あの、お聞きいただければいいなと思ってます。まあ、そんなわけで早速やっていきたいと思います。毎回ね、あの T ジョイ長岡っぽい写真を貼っつけたいなと思ってるんですが、まあ、私写真家なので、まあ、写真は日常的に撮ってます。なんですが今週1回も T ジョイ長岡にあの行ってないんです。というのはあのまあ映画見るわけじゃないし、私の場合はチラシをもらいに行くっていう最近の日常だったんですよ、週1回。ただまあね、あの最近部屋をあのいらないものというか断捨離したんですよ。そう、その中でまああの何だろう、あの厚さにして10センチぐらいの映画のチラシが溜まってたんですけども、まあ、映画のチラシって1枚1枚が結構厚い紙だからね、そう溜まってたんですけども、なんかあのもちろんね、あの懐かしいし撮ってたらそれだけの資料的な価値もあると思うんだけど、でもなーと思って、まあ、映画のチラシ集めはごめんなさいね、今週でやめましたなので今週は映画館に行ってないんです。で、まあ、映画館に行く目的があの、映画館が作ってるね、あの縦長のチラシをちょっと見るっていうのも目的もあったんですけども、それをなんで見るかというと、あの今週で終わる、もうすぐ終わる映画が書いてあるので、まあ、それをあの参考にリストに理解をしてるんですが、まあ、それもね、T ジョイ長岡 の、 あのウェブページを見るとあの書いてあるってことが分かったので、まあ、ますますあの、行けばね、予告編、いろんな予告編見るし、行けば見たくなっちゃうし、まあ、私のね、あの心の安定のためにも、ちょっと、あのしばらくはこのマリオのね、あの写真にさせてもらおうかなと思ってます。多分このマリオの風景はしばらく続いてると思うので。そしてなんですが、まあ、今週、公開なので4月7日公開の映画なんですけども、4月7日公開の映画は、まあ、6本もあるんですけども、まあ、その中でも特徴的っちゃ特徴的なんですけど、BL の映画が2本入ってます。はい。まあ、BL って何っていう方もいらっしゃると思うのですが、まあそれはね、映画のお話をしながらしていきたいと思います。まあでですね、1本目は、佐々木と宮の卒業編。はい。まあ、これはね、アニメでやってた映画、アニメの映画化ですね。まあ、この2人があの出会って、高校で出会って、カップになっていくっていうお話なんですけども、まあ、私もね、これは実は見てないんです。まあ、あの最近のアニメっていうか、ここ1、2年のアニメは、まあ、全部ほとんど見てたんですけども、これは見てなかったです。まあ、あのいわゆる BL のアニメ、もともと漫画だったのかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べてみますね。はい、この映画なんともうすでにあの一般的には終わってるというか、
T ・ジョイ長岡もちょっと前にね、ヒットしたというか評判が良かった映画、もしくは上映してくれっていう、どっかからね、そういうお話があるんだと思うんですが、そういう映画もたまにやってます。100%新作じゃなくてね。そう、稀は稀、そんなないですけどね。で、この映画は、2023年の2月の14日、バレンタインデーの頃に、一般公開というか、上映された映画ですね。で、今ね、価格じゃなくて、前回もそんな話したね、映画 .com を見ているんですが、最終評価が8.6。8.6じゃない、3.6。3.6。アニメの映画で3.6ってのは、高い方じゃないかな。っていう感じかな。そう。で、解説を読んでいくと、男子高校生佐々木と宮野が繰り広げるピュアな恋愛模様と青春を描く、主演春の園 主演賞の人気、お名前ね、作家さんの名前ね、そう、間違ったらごめんなさい。主演賞の人気ボーイズラブ映画、アニメを、ボーイズラブ漫画をアニメ化した佐々木と宮野の劇場版。2022年1月から3月に放送されたテレビシリーズ、佐々木と宮野のその後の物語で、先輩である佐々木の受験や高校卒業が迫る中、高校生活が書かれる。そう、大好きな先輩が卒業しちゃうんですね。高校時代の卒業のお別れは、そのままね、終了につながるパターンが多い気がしますが、私もそうでした。そう、女顔がコンプレックスな宮野由実、男の子なんですけどね、宮野由実君、由実と少し不良な先輩、佐々木。シュートかな？シュートって読ませてください。ごめんなさい、今日もそこまで調べてなかった。ある夏の日、漫画の貸し借りから始まった2人の日常。移りゆく季節の中、2人の距離は次第に変化していき、お互いに好きという気持ちにたどり着いた。そして季節は冬になり、佐々木は受験を迎えることに。受験が終われば卒業式はもう目の前に迫っている。勉強に集中する佐々木に気遣い、下校時での2人の時間を大切にする宮野だったが、そう、監督の石平信信信さん、脚本の中野、本当個人名ダメね。他のテレビシリーズを手掛けたスタッフが集結。佐々木のクラスメイトで寮の生活を送る平野と後輩の鍵にスポットを当てた短編、平野と鍵浦のが同時上映ということで、そんなに長くないにしも、全体で59分ですもんね。60分で終わっちゃうから、本当短編中の短編ですね。短編映画2本立てっていう感じですね。そう、短編映画ってなると興味あるな。もちろん長編映画の良さがあるんですけども、短編映画は短編映画で、やっぱりね、本当監督さんとか脚本さんの力量が本当試されるので、映画としての素晴らしさって実感できるものも多いんですよ、短編映画。かといって、残念な確率も結構高いです。 それだけね、技量が必要っていうことなんですけども、予告編にしても、短編の予告編、特報と本編の予告、今は、特報だと大体30秒ぐらいかな。で、本編だと今1分ぐらい。今週ご紹介する映画の中に1本だけ、2分間の、予告っていうのがあったんですけども、2分間の予告って最近じゃ稀かもしれないですね。大体1分か1分半ぐらいだと思います。それで、本題にも戻るんですが、BL って何かというと、ボーイズラブです。そう、アルファベットの B と L。 そう、今はね、BL って言われて、パッてイメージつく人も増えてきたんじゃないですかね。BL ってもともと女の子に向けたコンテンツなんです。だから、あの、うんと、あの、まあまあまあ、うんと、
ボーイズラブなので男の子同士のラブの話なんですけど、だからって男の子同士の恋愛をされてる方が対象っていうわけではなくて、対象はあくまでも女性の BL 好きな人がターゲットなんですが、BL 好きな女性を腐女子って言ったりとか、実際にボーイズラブな男の子たちを腐男子、要は腐るっていうね、オタク文化が花盛りな頃に、今はオタク文化って随分サブカルに近い言葉になってきてますけども、ちょっと前の、まだ私たち40代後半、40代が思うオタクっていう感じのイメージが残ってた頃にできた、言葉なんですね。なので、腐男子っていうのは最近ですけども、腐女子っていうのはその頃からあった言葉で、最初はね、腐女子ってボーイズラブが好きな女の子たちのことを指してたんですが、今はね、腐女子っていうと、どっちかっていうと、腐女子イコールサブカル好きとか、サブカルにのめり込んでるとか、アニメオタクみたいな、オタクの女子みたいな感じの使われ方してて、腐女子イコール BL っていう風なのは、もしかしたらちょっと私のイメージがちょっと古いのかなっていう風にも最近感じてます。で、ボーイズラブ、BL が女子に受ける理由っていうのって、何だと思います？私はね、疑問を感じてるわけです。これはね、映画を解説する、今週の TJ 長岡の映画を解説するチャンネルなので、私のことはあんまり挟まないようにしてるんですが、私はね、トランスジェンダーとして長い間生きてて、で今もクィアとして生きてます。トランスジェンダーとクィアの違いはっていうと、ここからまた1時間ぐらいかかっちゃうので、割愛しますが、興味がある方は、私のポッドキャストを端から端まで聞いていただくと、どっかで喋ってます。それに特化して話してることはあんまなかった気がするけど。そして、私自身は、自分の性って、本当中途半端なところにある性なので、中途半端でいいって思ってる性なので、男の子と男の子のラブって、ちょっとね、受け入れづらいところがあるんです、正直ね。私は、性認識、そう、自認識、自性認識、自性認識 忘れちゃった。自分の性の認識って、女の子であり、そして男性寄りの女の子っていう風な性認識なんですね。だから、私が男性を好きになるのは、男性と女性の恋愛なんです。私の認識ではね。だから私は、好きな男性がいても、それは当たり前であって、当たり前というか、LGBT の中には収まらない。だから Q っていう言葉にしてるっていうところなんですが、ボーイズラブが女性に受ける理由として、以前から挙げられてるのは、漫画は漫画、もともと漫画なんでしょうけど、女性向けの、ちょっとアダルティーな、漫画で、これ聞いてる方、男性も女性もいると思うんですが、男性陣見たことありますか？ そう。最近は私そういうのあんまり見ないんですけど、普通にコンビニとかで売ってますよ。立ち読みしてみると、びっくりしますよ、きっと。そう。もちろん友情とか、男性向けの、ほら、少年週刊誌みたいなさ、もうでっかいおっぱいのお姉ちゃんがプレレンってやってるような、絵がいっぱい出てるようなのとは全然違うんだけど、
その性表現って言ったら、まあ、男性誌にはないような、本当濃厚な描き方なんですよ。もちろんね、なんか美しい感じではあるんですけども、まあ、なんだろう、ハードですよ。内容も男性向けのやつに比べると3段階ぐらいハードなものが多いですね。 興味ある方は是非お手に取ってみてください。まああれをなかなか男性がコンビニで買うのは勇気いるかもしれませんが、まあね、平気で買ってる女性は結構います。そう、で、まあそういった中に BL っていう漫画のものがジャンルがあって、今は本屋さんに行っても BL だけのコーナーがあるっていうぐらいだから、やっぱりすごく BL の漫画って需要があるんでしょうね。で、まあアニメ化したこの作品も、まあ、需要があるからこそテレビ化されて、で、まあ、映画化されたんだと思うんですが、まあ、今週ね、まあ後でお話しますけども、 BL の作品が2本入ってるんですよ。そう。ってことは、やっぱり映画館としても、しかもこれ2月に公開された映画なので、まあ、映画館としてもやっぱり BL の、映画は需要があるっていうふうに踏んでるというか、データが出てるんでしょうね。まあ話はずれたんですけども、 BL の映画が、BL っていうものが女性に受ける理由の一つとして、性表現が女性向きに書かれてます。性表現というか恋愛事情が女性向けに書かれてます。はい、だってまあターゲットが女性だから。で、男性と女性の話じゃないから、なんだろう、リアルすぎないんですよね。そう、まあ、女の子にしてみれば、ファンタジーのファンタジーです。そう、だって女の子にしてみれば、自分とは関係ない男の子との子の恋愛なので、自分の入る隙間ではなくて、客観的に恋愛を楽しめるっていうかな、そういうような感じですね。そう、まあだから、まあ普通に男の子と女の子の恋愛のお話だと、まあ、客観性よりも自分がその中にいるような感じで読んじゃう時があるじゃないですか。まあ、私だとね、ワンピースを読みながら、私はルフィの海賊団の中の一人だと勝手に思って読んでるみたいな。 まあそういったもの。そう、まあワンピースの話はまた別にして そう。で、それが一つよく言われることなんですね。客観性を持って見えるからって。そう、逆にもう客観性を持って見えるから、その中にいる近くで見てる友達みたいな、近くでともその2人を見てる、近くで見てる1人の配役みたいな感じで、その中にのめり込みやすいっていう意見もありますね。はい。まあどちらにしても BL のものは本当に、まあオタク文化が作った熱いジャンルではあるんです。そう。で、まあこの佐々木君と宮野君の話は、まあ大体概要は分かってるんですけども、まあ、予告編見る限り、まあ、綺麗に終わってくれればいいなと、まあ綺麗に終わると思いますよ。女性向けの映画で最後バッドエンドってことは、ないと思うんですけども、まあこの2人が最後の卒業式をどう乗り越えて、その後の人生につなげていくのかなっていうのは、まあ興味ありますね。そう。まあね、ガチな邦画のね、BL のものじゃなく、まあ BL っていうよりも、男性女性関係なくユニセックス的なゲイを扱った映画って結構バッドエンドが多い気がするんですよね。そう、まあ2時間ぐらいの映画の中に、まあ1回2回はなんか良くない方向に大きく転がるみたいな。そう、なんか心に迫るような内容が多い気がして、私は
ってもっと綺麗でもいいじゃん、そう、恋愛の話なんだから、もうそんなバッドなところ大きくしなくてもいいじゃんっては思っていつも見てます。まあ、そんなわけですね、BL に、この映画 BL に興味があるっていう人も、もちろん佐々木と宮野のファンの方はもちろんなんですが、BL に興味があるって人はまあもちろん行くでしょう。まあ、アニメが好きっていう人も行くかもしれません。それ以外にも、BL っていう文化、考え、BL っていう文化をちょっと興味があるって方、まあ、男性も、でも女性でもいいと思うんです。まあ、多分行くと女性ほとんどで、男性が入ると超浮くと思うんですけども さあ、見ていただきたいなとか思ってます。まあね、男性の方でよく聞く、私の耳に入ってくるんですけども、まあ、BL の映画とか、ゲイを扱った映画とかを見に行くと、俺がゲイじゃないかとか思われるのがちょっとね、なんか嫌なんだよねっていうお話を聞くことがあります。大丈夫です。普通他人のこと、そんなそこまで考えてる人はいません。まあもちろん心の中で思う人はいるかもしれないけど、そんなの関係ないです。全然気にしずに入っていいと思います。まあ、そんなわけで、じゃあ次の映画はというと、こちら。ノックですね。週末の訪問者だったかな。ノック、週末の訪問者で間違いないですね。ノックね、予告編、まあ、特報は私も映画館の中で見てたな。結構前から特報流れてたんですけども、ノック、週末の訪問者ね、これ、本当、なんて言うんだろう、予告編見る限り、どうなるんだろうって、本当ね、予告編の中に、布石がもう山盛りになってて、これってどういうこと？これなんで？どうなの？というふうな感じの予告編なんですね。いや、非常によくできた予告編ですね。もう本当、予告編見るだけでも映画館に足を運びたくなるような、まあ、映画の予告編なんですけど、まあ、おそらくね、監督さんが自ら作ってるんじゃないかなと思うんです。というのは、まあ、監督が作る場合と、監督以外のね、プロデューサーとかそういう人たちがね、作る場合があるらしいんですが、監督がシックスセンスで有名なナイト・シャマラン監督。ナイト・シャマラン監督って聞くと、シックスセンスを思い出すっていうぐらい、まあ、シックスセンスは有名です。それが、まあ、私も大好きな監督の一人ですね。と言っても、シックスセンスしか見たことないんですけど、本当怒られそう。そう。シックスセンスの、シャマラン監督が、ポール・トレンプレイの小説、週末訪問者を原作に、世界の週末と家族の命を天秤にかけた非常な決断が迫られる。一家の危機を描いたスリラー。まあ、スリラーはスリラーなんだけど、スリラーはスリラーなんだけど、そのね、ノックってコンコンのノックですよ。コンコンのノックって、怖くないですか？私ね、コンコンのノックがほんと怖いの。ピンポーンとノック両方すっごい怖い。だからほんともうピンポーンとノックだけは本当に、ヤマトさん、やめてください。と言いたいぐらい まあね、私はね、重たい買い物 まあ言いづらいですけど、重たい買い物、私16時間断食中で、私が普段買ってる重たい飲み物って言うと飲み物ですね。トマトジュース12本入りのケースとか、豆乳10パック入りとか、まあそういった重たいもの、本当に、持ち運ぶの嫌なので、全部、アマゾンで購入します 私はアマゾン派なんですよ。そう、私はね、楽天使いづらくて。とか楽天のホームページのごちゃごちゃ感がすごい嫌なの まあ、それで、ノックが私怖いっていう、ノックとピンポンが怖いっていう話なんですけども、そう、まあ、よく来るヤマトのお兄ちゃんと、よく来るアマゾンのお兄ちゃんと、よく来る、なんだっけ、佐川のおじちゃんには、まあ、
持ってきて、玄関の脇に置いといてくださいと、うん、ピンポンしなくていいですというふうにお話してます。そうで、置いてくれ、行ってくれる人もいるんだけど、何回行っても、それが理解できない佐賀のおじちゃまは、いつもピンポーンと、しかも私は平日10時過ぎにならないといないですからっていうのに、大体いつも不在者表を見ると、9時ぐらいに来てて、ピンポーンと多分押してる子だと。まあそういう佐賀のね、愛すべきすごい可愛いおじさんなんですよ、うん、私好みのね、渋爺ですよ。そう、その渋爺の話はまあ置いといて、まあ、このノックなんですけど、本当に予告編の中で突然コンコンコンって知らない人たちが来るんです。で、そしてその一家が巻き込まれていってって話なんですが、まあここでね、ボーイズラブじゃなく今度ゲイのカップルの話が出てくるんですよね。まあ今週は何だろう、このラインナップ、あれ何だろうな、4月だから、4月だから、そこにかけてる、いやまあ4月だからってどういうことかって言われると分かんない方もいっぱいいると思うんですけども、まあ3月は桃の節句でしょ、5月は端午の節句でしょ、でその真ん中の4月はお釜の節句っていうふうにお釜バーではよくネタにされてます。はい、だからまあ LGBTQ の方の、まあ、節句ってことで、まあ、この時期に合わせた、まさかねそんな気の利いたコーディネーターがいるとは思えませんが、まあありえるかな。今週はゲイとか LGBT じゃなくて、BL の作品が本当に3作品、5作、うん、6作品中半分ですからね、ちょっと驚きのラインナップです。はい、まあだからってこれね、ゲイと関係ある話ではなく、ゲイとかね、ボーイズラブが出てくる、方が出てくる映画、ディズニーの映画でも最近多いですよね。LGBT の方が出てくる、まあ、LGBT って私が乱発すると LGBT について誤解される方も多いかもしれませんが、LGBT の LGBT ってもともと、セックスの相手を指し示す言葉なんです。なので性別について書かれている言葉ではないんです。はい、そう、 LGBTQ それぞれありますけどね。ただ LGBT まではまあセックスを表す言葉に近かったんですけども、その後ね Q とかプラスとか今いろんな言葉がついて、今ではまあざっくりとしたセクシャルマイノリティを伝える言葉として定着してますね。はい、まあ、そこの解説も今回は省きます。はい、興味がある方は私の YouTube チャンネル、ヒルビル放送局のポッドキャスト、端から端まで聞いていただければどっかで話しています。まあ、これからもね、お話しする機会があるかもしれませんけど、はい、まあ、それで内容なんですが、ゲイのカップルであるエリックとアンドリュー、そして幼女のウェーンの家族が山小屋で穏やかな休日を過ごし、突如として武装した見知らぬ謎の男女が4人訪れ、家族は訳も分からぬまま囚われの身になってしまう。そして謎の男女たちは家族にいつの世も選ばれた家族が決断を迫られた。家族のうちの誰かが一人が犠牲になることで世界の終末を止めることができる。拒絶することは何十万もの命を奪うことになると告げ、エリックとアンドリューらに想像を絶する選択を迫る。テレビでは世界各国で起こり始めた膨大な甚大な災害が報じられるが、訪問者の言うことをにわかに信じることができない家族は何とか山小屋から脱出を試みるがっていうものなんですけど、もうここからおかしいでしょ。そう、まあ、突然さ、謎の男女が、知らない武装した男女がさ、山小屋に訪れ、自分たちの住んでる山小屋に来たっていうことは、まあまあまあ、まあまあそこまでは、まあ、映画の展開として、まあそういうスリラーなんだなっていうふうに思うんですけども、まあ突然囚われの身になってしまうっていうのが、どっちかっていうと特報までの流れだったんですよ。で、本編の予告になると突然こんなことが入ってくるんですよ。いつの世も選ばれた家族が決断を迫られた。家族のうちの誰か一人が犠牲になることで世界の終末を止めることができる。
拒絶することは10万もの命を奪うことになる。もう意味わかんないでしょ。 だって、ね、4人の男女が武装してきました。なんでそこで、そこにいたエリックとアンドリューとウェンの家族が巻き込まれるのみたいな。そう、まあ多分これにはね、いろんな背景があって、きっとね、すっごくね、内容の濃い面白い映画だと思うんですよね。私の中では今週一押しはこれかなと思ってるんですよ。そう、まあぜひね、私もいずれ見てみたい映画ですね。そう、まあチラシだけ見ると、なんかアクション、そう、アメコミになりそうなアクションっぽい感じかなとか思うんだけど、予告編見ると、もっとシリアスなスリーラーっていう感じの映画になってます。まあ私的にはこのチラシのデザインはちょっとどうかなと 思ってます。まあそこで、まあさらにここでゲイのカップルであるエリックとアンドリュー、そして幼女っていうのもまた面白い切り口ですよね。まあ法律、日本ではね、法律的にゲイのカップルに、養女を迎えるってことはちょっと無理だったんじゃなかったかな。確かね、なんか引っかかってダメだってことを私昔調べた気がする。私はね、お母さんになりたいという夢があったので、好きな人と一緒に養女を迎えようというか、養子を迎えて子供を育てたいなという夢があったんです。でもそれで、かなり若い頃を調べた時に、あ、それができないんだって分かった時に、なんかすごく残念な気持ちになったのを覚えてます。まあ今法律が変わってね、できるようになったかもしれませんけどね。そう、海外では割合とあるみたいですよ。私はよく見てる YouTube のね、ゲイのカップルの2人がいるんですけども、それの子はゲイじゃないや、レズのカップルなんですけど、そこっちには、養子のね、男の子がいて、そう、養子の男の子が、レズのカップルのお母さんを、そう、どっちがお母さんとどっちがお父さんか、いまだによく分かんないとか言って、そう、日によってコロコロ変わるんだよね、この2人みたいな話で、盛り上がってたのを見て笑ってました。で、まあ、そんな内容なんですが、まあ、これはね、まあ、映画ファンに限らず、スリラーなので、まあ、ちょっとね、バイオレンスな要素も入ってくるかもしれないんだけど、まあ、R 指定ついてないので、まあ、そんなに血しぶきが飛ぶなんていうことはないと思います。ただ予告編を見る限り、かなりね、絵作りもがっつり作り込まれてて、まあ、良作でしょうね。まあ、ぜひね、映画ファンのみならず、いろんな方に見ていただきたい映画の一本です。じゃあ次の映画に行きましょう。次の映画はというと、仕事人藤枝梅安のパート2ですね。いつだったかな、ちょっと前に、1が公開されて、2ということで、まあ、最近ね、東京リベンジャーズもそうなんですけども、1と2、期間を空けずに同時公開っていうのが、まあちょっとブームっちゃブームっぽいですね。で、まあ仕事人藤枝梅安は、まあ、これもね、コンビニでよく見る名前だと思いません。 まあでかい声で言えませんが、コンビニで漫画を読むのが趣味にしてた私、もう本当ひどいやつなんですけども、まあにとっては、藤枝梅安っていう、そのコミックの、コミックのタイトルとかは結構よく見る 見たものなんですね。そう、まあ、これまでもね、数々の、ね、映画になってて、ドラマ化もされたね、そう、池波正太郎の、まあ、ベストセラー時代小説ですよね。仕事人藤枝梅安シリーズといえば。まあね、池波正太郎さんが生誕100年となる2023年、まあ今年、そう、2部作として作られた、そう、豊川悦司さん主演のね、2部作として作
作られた映画なんですが、まあね、仕掛け人、私仕事人って言ってたね。ただ、まあ、仕掛け人とか仕事人というと、私やっぱね、私たち世代としては、チャララン、チャララララン、の、あれ、名前が出てこない。あの人、中村モンドさんの仕事人がやっぱイメージとしてありますよね。まあ、中村モンドさんの仕事人も非常に良かったんですけど、まあ、映画を作ってる、まあ、映画の作り手の監督さんの中でも、ベストな映画は必殺仕事人シリーズのなんだっていう方結構いらっしゃいますよね。まあ、私も最後の仕事人の映画は、確かね、新宿の、じゃなくて渋谷の映画館で見た気がするな。なんか学生で東京に住んでた頃じゃなかったかな。まあ、私は池波正太郎さんのこの仕掛け人の、そう、藤枝梅安のシリーズは、実は、よく見るんですけど、見たこともないし、開いたこともないんですよね。そう、なんというか、漫画描いてる人が、ゴルゴ13のあんな感じの絵のタッチなんですよ。同じ人かもしれないですけども。私はね、カクガクのごっつい顔の、絵が苦手なんです。なんか、まあ、それで、見てません。まあ、これは前作1があるので、まあ、1を見た方はね、当然、1部を見た方は、まあ、2部も見に行くと思うんですが、まあ、どうなんだろうね。2部だけ見て面白いかって言われたら、ちょっとね、わかんないです。で、まあ、そこはね、いろんな資料を引っぺがしてみたんですけども、まあ、2部だけ見てってか、どうかな、なんては正直思うんですが、まあ、内容を解説していくと、梅安が相棒の彦次郎と京に向かう道中、ある男の顔を見て、彦次郎は憎しみをあらわにする。その男は彦次郎の妻と子を死に追いやった。彦次郎にとっては絶対許せない仇だった。そして上方の顔役で殺しの依頼を仲介する元締めから彦次郎の仇の仕掛けを依頼された梅安は、浪人井上半十郎とすれ違う。井上と梅安もまた憎悪の絆でつながれていた。まあ、二重三重に憎悪の絆っていう感じで、いく感じですね。まあ、このキャストを見てもね、なかなか壮絶な、私の大好きなイケジーもいっぱい出てますね。このシリーズ、イケジーと渋ジーの共演だらけだから、まあね、私はこの俳優さんの、演技を見に行くだけでも、まあ、いいななんて思ってるんですけども。どうかな、予告編を見る限り、濃厚で細切れのいい、テンポのいい、映画みたいな気がしますね。まあ、最近の、映画、邦画はまあどれもそうですけど、結構ね、コマコマが短くて、まあ、テンポがいい、まあ、見やすいっちゃ見やすいんですけど、まあ、個人的にはね、あんまりて、あの、細切れが短い映画が、まあ、好きかって言ったら、まあ、ちょっと、そうでもないよね。そう、まあ、小津安二郎みたいにさ、永遠と同じシーンが、本当、同じテンポがずっと続いていくっていうのもちょっとね、まあ、私、学生時代に小津さんの映画をさ、授業中に、もう本当にもう本当も、目が腐るほど見てられて。 そう、小津さんの素晴らしさを分かるようになったのは、本当最近。 そうなんです。まあ、そう言って、そんな感じなんですが、まあ、このね、仕掛け人、藤枝梅安、そう、ファンの方で、一部を見られた方、そして一部見てないけどっていう方も、俳優さん目当ての方、いろんな方がまたね、見ていただきたいなと思ってます。そんなわけで、次の映画はというと、エアーですね。そう、私最初、エアーって、このチラシを見たときに、
まあ、パッて見た時に、エアーって何だろうみたいな。なんかね、あんまり興味を持たなかった。ワイルドスピードみたいな、映画かなみたいな感じをイメージしたんですよね。これね、実はこのエアーっていうのは、エアジョーダンのエアーなんですよ。この映画、つまり、ナイキのね、伝説のバスケットシューズ、エアジョーダンっていう、ジョーダンってご存知ですか？まあ、ナイキはね、知ってる方いっぱいいると思うんですけど、ナイキの伝説的なバスケットシューズ、エアジョーダンの誕生秘話を映画化した実話なんですよね。で、映画になってるのはどこまで実話かちょっとわかんないですけども、まあ、実話として書かれてます。で、これね、1984年、ナイキ本社に勤めるソニー・バッカロは CEO のフィル・ナイトからバスケットボール部門を立て直すように命じられる。しかし、バスケットシューズ界では市場がほとんどコンバースとアディダスが占めており、立ちはだかる壁はあまりにも高かった。そんな中、ソニーと上司のロブ・ストラッサーはまだ NBA デビューもしてない無名の新人選手、マイケル・ジョーダンに目を留め、一発逆転の賭けと取引を挑む。今でこそマイケル・ジョーダンってもう、バスケのね、NBA のもう神様って言われてた人だし、バスケをあまり興味ない人でも、バスケ選手って言ったらマイケル・ジョーダンって聞くと、ああ、マイケル・ジョーダン、バスケの人でしょっていうぐらい、有名な方ですよね。まあ、サッカーでいうところのマラドーナとか、マラドーナクラスかな。まあ、今の子だったらメッシっていうかもしれないけど、メッシとマラドーナどっちがどっかっていう、いろいろと、まあ、どうなんでしょうかね。選手としてはメッシの方が上だと思うんだけど、キャラクターというか、まあ、影響力っていう意味ではマラドーナの方が上な気がします。マラドーナはね、ブラジルでプレーした時間が長いですからね。やっぱブラジル人にとってはやっぱりは、ブラジルっていうか南米でプレーした時間が長いので、まあ、アルゼンチンの人にとってみればメッシ以上に思い入れがあるかもしれませんね。まあ、そんなね、メッシやマラドーナと肩を並べるマイケル・ジョーダン、今で言うなら、WBC で活躍した、なんだっけ、あれ出てこないぞ、なんだっけな、なんだっけ、大谷翔平くんのような存在かな。 どうだろう、なんかね、まあ、大谷翔平くんの時の人っていうような感じですけども、まあマイケル・ジョーダンはバスケットが好きな人にとってはもう本当伝説的な方です。まあ、そのね、マイケル・ジョーダンが無名の頃に目をつけて、マイケル・ジョーダンと共に急成長したのがこのエアジョーダンっていうシューズなんですけど、まあね、その無名で NBA デビューもしてない無名の選手とっていうのがまだどうしてそういう展開になり、どういう結末を迎えるか。まあ、結末はね、もうエアジョーダン大成功っていうことで終わるんでしょうけど、まあ、そこがね、やっぱり見どころじゃないかと思います。で、まあ、そのまあね、まあ、エアジョーダンね、当時はね、ほんとみんな欲しがってね、すごい高かったんですよね。で、まあ、エアジョーダンが盗まれたとか、バスケシューズがすっごくね、流行って、街の中でもバスケシューズをよく履いてる人がいっぱいいたっていう時代でしたね。まあ、今でもバスケシューズ人気ありますけど。まあ、そんなわけですね。エア。まあ、今週の映画のラインナップの中では、まあ、社会派の映画としてはこれだけかな。です。なので、まあ、社会派のね、現実というか、まあ、リアルな社会感覚の映画を好きな方は、ぜひこれ見逃せないと思います。まあ、私もね、そういう映画好きなので、機会を作って、ぜひいつか見てみたいと思っています。まあ、そんなわけで、次の映画はというと、美しい彼、来ました。今日、2本目の BL の映画です。こちらも、小説が原
原作になってて、ドラマ化されたものを映画化したというものですね。美しい彼、エターナルだって。まあ、エターナルっていう言葉となんかちょっと言葉しい気がするのは私だけ。 まあ永遠とか永遠とか、まあ、そういうずっと普遍的なっていうような内容ですね。そう、まあ BL にぴったりな サブタイトルよね。 イメージ変更でごめんなさい。まあ、この原作はというと、このね、またね、これなんていうんだ あ、凪良ゆうさん、そう、凪良ゆうさんの原作小説だったよな、凪良ゆうさんによる原作小説を、これはね、2014年、10年ぐらい前の作品ですね。それを、ドラマ化したものです。はい。でですね、今回はね、ちょっと登場人物の名前を間違えないように、ちょっと事前に調べました。主人公がヒラ君。そして、ヒラ君のクラスメートがキヨイ君。覚えてられるかな？ヒラ君とキヨイ君ね。そう。なぎらゆうによる BL 小説を原作に、2021年から22年に放送されたテレビドラマ、美しい彼の続編となる映画版。あ、テレビドラマの続編なのね。人気カメラマンのアシスタントとして働き始めた、もう思い出せない。平と俳優の道を歩む、清居でいいんだよね。清居、清居のその後の物語を書き出す。ああ。さっきお話しした、平野と宮野は、まあ、卒業っていうお話だったけども、今回は卒業した後の物語ね。なんか、いいね。これ、つながりで見たら面白いんじゃない？平野と宮野を見てから、美しいからエターナルを見に行ったら、なんかまた、キュンキュン度合いが違ってくるんじゃないかな。そう。ねえ、平野と、宮野は1時間ぐらいだし、こちらもね、103分なので、両方合わせても、3時間いかないぐらい。あ、ちょうどいいじゃない。そう。いや、いいと思う。無口で友達のいない高校生、平が恋に落ちたのは、クラス数のカースト頂点に君臨する美しい、不屈の、これなんて読むんだろう。なんだっけな。そう、清居だった。紆余曲折の末、ついに恋人同士になった、平と清居。しかし、清居のことを神様のように尊い存在としてしか考えられない平と、対等な関係を望む清居は、お互いを思い合いながら次第にすれ違っていく。あー、なるほどね。そう、まあ一方的に神格化しちゃったのね。そう、平君が大好きな清居君。清居君もスーパー、もうカーストの頂点だから、まあ、スーパー美男子で、まあ、勉強もでき、スポーツもでき、もう万能みたいな、こうなんだろうね。その子好きすぎて、もう神様のようになっちゃったんだけど、でも、彼のね、清居君は、平君と平等な関係でいたい。まあ、そこですれ違う。ありえるっちゃ、まあ、ありえるのかな。まあ、私の中ではないけどね、ありえないけど。 そう、まあ、そういった物語ね、なんかまあ、これはさっきちょっとお話したけど、まあ、BL とか、まあ、現実とかテレビドラマの映画化にありそうな、まあ、一回グオーンと下げときながら、うまく流れに乗っていって、最後ハッピーエンドになるパターンじゃないかな。 そう、まあ、先ほどもお話したんですけども、BL の映画で、まあ、BL 好きな腐女子の、お客さんが多いと思うんですけども、一つのね、恋愛ドラマとして見ても本当に面白いんですよ。まあ、特に、まあ、男性が入りづらいっていうのは、まあ、先ほどもお話したんですけども、ぜひね、いろんな男性にも見てもらい、恋愛が苦手な方こそ、なんかいいのかもしんないかな。というのは、男女の恋愛とは違う、別の
ドロドロ感がありますね。そう、男女の恋愛の物語ってなんか男女の距離感の詰め方みたいな感じだけど、ボーイズラブの、恋愛ってこの映画特にそうだと思うんですけども、詰まって重なり合ったその時間の中のズレっていうのがまたね、リアル感を感じる気がしますね。ぜひね、皆さん、美しい彼、エターナル、ご覧ください。では、次の映画はというと、今日はこれが最後ですね。はい。随分喋った気がしますけど、最後の映画は、狼狩りですね。韓国の映画になります。はい、韓国の映画。韓国の映画も、そうですね、T 上位、1ヶ月に1回、もしくは2ヶ月に1回、必ず1本、2本入ってきますね。韓国の映画、T 上位長岡でかかる映画は、結構、バイオレンスなものとか、アクションとか、パニックものとかが多い気がするんですけど、警察内部の腐敗なんていうのも結構ありありのパターンですよね。現在の日本では描けないような、ちょっと圧倒的な暴力描写とかぶん殴り描写とかがあって、これは本当に殴ってんじゃないかみたいなシーンもいっぱいあるんですよね。そういうバイオレンスなアクションシーンなんかは、日本の映画をはるかに凌駕する迫力ですよ。私はね、血しぶきピシッピシッピシーンって飛ぶような映画は実はあんま好きじゃないんですけど、そう、でも韓国の映画のその迫力がっていうかは、本当、いや、すごいなといつも思って見てます。近接で人を殴り合うというか、もう殺し合うみたいな、その距離感は本当韓国独特な気がします。ハリウッドの映画でも今そんな映画はないと、ない、本当。ハリウッドの映画はやっぱり、ルールの中で、ハリウッドの中のルールの中で殺し合いのシーンを作られてるんだけども、韓国の映画はそのルールとは違う、なんかもっとね、心の感情をぶつけるような、ものすごいその距離感なんですよね。そう、この映画の予告編を見る限り、やっぱね、そういった感じの、絵作りなんですよ。だから、多分ね、見てると本当に、その迫力というか、中に飲み込んだその恐怖感みたいのを感じれるんじゃないですかね。私自身、韓国の映画が、映画、そんなに見たことないんですけども、T ジョイで見た映画の中に、外れはなかった。そう、なんだろう。私、個人的にはね、あまり韓国の方とお付き合いしたくないっていうのが正直なところなんですけど、大好きな方々、ママ大好きな男性陣いっぱいいますからね。そうそう、なんか私の中ではみんなマザコンですからみたいな感じの、韓国男性がいっぱいいるので、ちょっと苦手なんですけども、好みとは別に、映画の内容は本当独特なね、世界観、なんで、韓国映画見たことない人はもうぜひね、行ってみていただきたい映画だと思います。そう、韓国映画ってこういう感じなのかなっていうふうに思えると思いますよ。解説読んでみると、脅迫犯たちが乗せた船で生き残りをかけて繰り広げられる戦いの行方を容赦ない暴力描写で描いた韓国製サバイバルアクション、なんだっけ、そう、メタモルフォーゼ変身のキム・ホンソン監督が2017年に韓国人犯罪者47人がフィリピンから集団送還されたニュースに着想を得て手掛けた。2022年、フィリピンで逮捕された犯罪者たちを乗せた貨物船が、釜山港へ向けて出港した。船内には、凶悪犯罪担当のベテラン刑事約20人を配置。
釜山では、海上交通管制センターで海洋監視システムを設置するという万全体制の中、プロジェクト名「狼狩り」と呼ばれる官費共同護送計画が展開される。しかしその夜、密かに脱走を企てていた凶悪犯ジョ・ドゥが刑事として紛れ込んだ仲間と共に反乱を起こし、船内は武器を手にした凶悪犯たちであふれかえる事態に、さらに眠っていた怪人が目を覚まし、想像を絶する戦いが幕を開ける。このね、怪人っていうの描写がね、なんかどことなくね、なんとなく、なんだろう、日本のアニメに出てきそうな感じの、おどおどしたなんですよね。まあ、なんだろうな、まあ、好みは分かれると思うんですけど、私、この怪人はいらなかったんじゃないかなって予告を見ながら見てました。まあ、もしくは、怪人、予告に怪人は出す必要なかったんじゃないかな。さらに眠っていた怪人が目を覚ますっていうのは、まあ、映画の中のサプライズで良かったような気がするんですよね。もしくは映画としていらない気がする。 その方がなんか面白いと思うんですけども、これね、R15 指定になってます。はい。R15 指定なので、まあ、中学生かな、中学生は見れないのかな。そう。お母さん、保護者と一緒に行けば見れるんだったかな。ちょっと私、いつもこの R 指定の範囲外なので、あまりよく覚えてません。 まあ、このね、まあね、もうね、まあ、韓国映画のこういった映画はね、もう想像がつくはつくんですけども、絶対に見ると、うわ、すっげえ、なんかもう、なんだろう、本当に締め付けられるような、本当は迫力満点の、アクションシーンの連続だっていうのも、もう本当、身につまされるような感じで、これを見てるだけでドキドキしますね。まあ、そんなわけでですね、韓国映画あり、韓国映画ここにありという映画だと思いますので、ぜひ皆さんご覧ください。まあ、そんなわけで、今日はここまでとなります。このように、このポッドキャストでは、TJOY 長岡の、今週金曜日から公開されている映画を中心に、見どころ、もしくは感想じゃなくて予告編の感想ですね、をお話ししていきたいと思ってます。というのは、私自身、今、すべてを投げ出して16時間断食の真っ最中で、3年間は、映画も、アニメも、お酒も、タバコもやらないっていうふうに決めて取り掛かっている大事業なので、まあ、映画はね、予告編だけを見て紹介してるって感じなんですが、私がね、なぜこの配信をしてるかというと、実は昨年、3年ぐらい前から SNS 立ちをしてて、私は死んだんじゃないかという噂が流れるほどだったんです。まあ、そんな中、もう SNS 立ちをして、もう人間関係もちょっと、もう断絶というような感じの生活をしている中で、まあ、生きがいもなく、何もしたいとも思わず、長生きしたいとも思わず、まあ、早くお迎え来ないかなっていうような、本当、ただただ下を向くだけの生活をしたんですけど、そんな時にね、見た映画がきっかけで、映画の世界にどっぷりハマり、まあ、半年弱、もっとかな、10ヶ月ぐらいで、だいたい映画館で200本ぐらい映画を見たんですね、去年。の結果、私は映画を見るよりも、その映画に関わるコンテンツを作る方が好きだっていうことに気がつき、まあ、映画じゃないですけども、 YouTube でポッドキャストを配信するようになったんですね。まあ、その流れの中で、そのきっかけを与えてくれた TJOY 長岡に何かしら恩返しがしたいということで、Facebook の長岡市グループに毎週上映の映画情報をアップするということにしたんです。はい。今回はね、2回目なので、まだね、私自身も要領が分からず、まあ、だらだら長い時間喋ってしまいますが、まあ、気長に皆さん、お付き合いいただければと思ってます。そして、この情報を聞いて、一人でも多くの方が映画館に足を運んで映画を見ていただければといいと思ってるんですが、ここからは、TJOY 長岡で、安く映画を見るための方法をちょっとご紹介していきたいと思います。
まあ、ご覧いただいているのは、アプリじゃなくてウェブページなんですね。まあ、スマホでもパソコンでも、TJOY のウェブページにアクセスできますし、アプリでもね、iOS でも Android でも、TJOY 長岡のアプリがあるので、キネパスじゃなくて、キネなんとかっていうアプリだったな。そう、ちょっと忘れちゃったんですけども、そちらに登録すると、YouTube じゃなくて、ウェブ上でチケットが買うことができます。で、ウェブ上でチケットを買うことができると、事前予約が簡単にでき、入場も、本当事前にチケットを、印刷しなくても、今 QR コードでピッて入ることができるんですよ。なので、待たずに、本当映画館の通路をずっと左側にずっと歩いていって、番人のお姉さんのところ行って、QR コードをお持ちですかって言われるんで、持ってますって言って、スマホ見せるとピッてやってくださいって言われるから、ピッとするっていうような感じで、本当待たずに入ることができます。そしてですね、ここにお得な情報があるんですね。でですね、QR コードはこんな感じで表示されるんですけども、なんだっけ、アプリとか、ウェブから、予約すると、火曜日と木曜日は、通常1900円のところを1300円でご覧になることができます。はい。そして、アプリに関係ないんですが、1200円、水曜日は一律1200円で映画を見ることができますので、皆さんぜひね、安い日に見た方が断然お得ですよ。ただね、水曜日はやっぱね、結構混んでる。水曜日以外の平日に行くと、こんなにガラガラなんですかっていうぐらいガラガラだけど、水曜日はそれなりに混んでて、早めに予約した方がいい席は座りやすいと思います。で、予約はね、3日前から予約できるんです。なので、私が水曜日に毎週見に行ってた時は、日曜日が月曜日に切り替わった瞬間に更新されるので、更新されてすぐにお好きの席を予約し、もうチケットを買っちゃうって感じでしたね。私はね、これ Amazon の、アカウントと連動できるので、ここで購入し、そのまま Amazon 経由で口座から引き落とされるっていうような感じにしてました。はい、1回登録しとけばね、いつでも使えますので、便利にお使いいただけると、より映画館が身近になると思います。はい、ぜひね、映画っていろんな映画があるじゃないですか。面白いかどうかは結局見てみなきゃ分かりません。で、面白いかどうか以上に、自分の心に残って、自分の身になり、そう、これからの人生に何かしら役立つような要素が、どんな映画でもあると思うんですよね。そういうところを皆さんの目で見て確認しながら、また素晴らしい人生の宝にしていただきたいと思ってます。そんなわけで、今日もだらだらお話ししてしまいましたが、この YouTube チャンネルは毎週金曜日の15時に、配信する予定です。はい。15時っていうのは YouTube もそうだし、Facebook グループに関してもそうです。はい。でですね、私自身は現在も基本的に SNS 立ちをしてます。なので、Facebook でご覧の皆様、コメントいただいても、実はあんまり見てません。はい。で、コメントいただいても、積極的な返信はいたしません。で、Facebook を見てるのも、残念ながら投稿するときだけです。なので、よかったなって思った方は、いいねボタンだけで結構です。はい。そう、どうしてもコメント書きたい方はコメント書いていただけてもいいんですが、そのコメントを私が見ないことを前提に書いていただけると助かります。 そう、もうね、そうね、コメントいらないって言えば言うほど、なんかコメントが YouTube 増えていくんですよね。不思議なもんで。で、この配信はポッドキャストです。ポッドキャストって、ラジオ、インターネットラジオとはちょっと違って、インターネットラジオはどっちかというとライブなんですよ。だから、ライブチャット形式の、ライブミーとか、ライブ、ライブ17、ない、あれ、
19かとか、まあ、いろんなアプリありますけど、あれとはちょっと違って、どっちかというと YouTube に近い感じですね。いつでも見たいときにアクセスして、トーミングかなんかで聞くっていうような、まあ、音声だけのページ、チャンネルになってるんですけども、これはね、YouTube のポッドキャストチャンネル、ひるびる放送局の提供で、毎週発信させていただいています。そんなわけで、ぜひね、YouTube のポッドキャストチャンネル、ひるびる放送局も概要欄に URL 貼ってあるので、ぜひ、ご視聴ください。そういうわけで、今日はここまでとなります。また来週、ぜひ、皆さん、今週末、良い時間を過ごしてください。マコネでした。バイバイ。